ということで、デカビタを買いに行こうと思います。いやなんか刑務所からの脱走者ってのは面白いよね。なんか映画とかたまにあるけど、正直ね、なんか緊張感半端ないっすよね。でも限られた、なんていうの、脱走するものがもうほんと限られたものの中さ、もう現実社会では超簡単に手に入るものが、もう刑務所内ではなかなか手に入らなくて、そしてなんか手に入るものもかなり限られていて、看守の目をこう盗みながらスリルがありつつ、なんかもう本当なんか、こんなものでなんかこんな脱走するなんか道具に使うんだみたいな、なんか IQ を使いながら物が限られてる中ね、監視の目を盗みながら、ね、なんかそういう脱出劇みたいなのってなんか正直めちゃめちゃ面白いよね。正直めちゃめちゃ面白い。なんか結構脱出もののなんか映画みたいないくつかあるけど結構好きなんですよ。で今日ね、アルトカラズの脱出でしたっけ、それ見てですね、なんか正直面白かったもんな。なんかやっぱそういう限られた極限の状態でなんかこう知恵を巡らせ、監視の目をね盗んで、スリルあふれる感じが非常に面白い。あら美味しそう。なんかこれあー太っちゃう。でもうまいけど、うまい。なんかさ、すっげーうまいな。なんでだろうな。あとデカビタってなんか量少ないじゃないですか多分。でもこれペットボトルだから超量あるね。デカビタは基本さ瓶じゃないですか。で瓶のあと缶が出たけど、逆なんだよね。なんか瓶を飲みすぎて、瓶よりも缶のがちょっとうまく感じちゃって、で缶よりも今度なんかペットボトルのがうまく感じてるの気のせい。普通逆じゃん。コーラとかだったらペットボトルが一番おいしくなくて、次が缶で次が瓶じゃん。なんかその真逆な感じがする。デカビタって言えばやっぱ瓶だったじゃないですか。でその後缶が出たんですよ。でその後に今度のペットボトル出て、ペットボトルがなんか物珍しいかせいかすげえ美味しく感じるんだけど、ペットボトルのデカビタ、なんでやろう。デカビタダブルみたいな感じで書いてある。デカビタ C ダブルスーパーチャージってあるから、普通のデカビタとちょっと違うんかもしれないけどね。
面白いね、アルカトラズの脱出。皆さんおすすめの映画とかないですか？皆さんがおすすめの映画俺一応 U-NEXT 契約しちゃってるんで、実はねもうほんとね U-NEXT 実はねそのハピタスっていうポイントサイトで、なんで僕が U-NEXT 契約したかっていうと、あのまあ U-NEXT って31日無料で見れるんですけど、初回ね。でそれだけじゃなく、なんとハピタスっていうね、あのポイントサイトとかそういう自己アフみたいなの通すと、あの31日間映画が無料で見れるだけじゃなく、お金もプラス1000円ぐらいもらえるんですよ。だからとりあえずお金もらっとこうと思って、ついでに見とこうと思って、でそれで、まあ、すぐにね、あの1ヶ月ぐらい解約すればそれで本当にお金もらえてプラス映画も見れるって状況なんだけど、解約するの忘れちゃって、よくあるあるなんですけど、で結局月額の会費払っちゃって、でU-NEXT ってね、そのね月額の会費を払うと、更新するとね、なんか U-NEXT ポイントみたいなのがもらえるんですよ。でその U-NEXT ポイントって 何に使えるかっていうと、そのね U-NEXT って基本的に映画見放題なんですけど、月額料金払うと。でもね一部の最新作とかそういうものに関しては、あの最新作とかそういうのはね、その U-NEXT ポイント別途あの買わないと、購入しないと、でそれでなんかこう見なきゃいけないんですよ。だから最新作とかは実は月額会費を払うだけじゃ見れないんですよね。でそのポイントが毎月毎月更新されるために、あの購入しなくてもその付与されるんですよ。まあ購入もできるんだけど、その U-NEXT ポイントはね、毎月毎月その月額料を払うと、そのそれがなんか無料ポイントみたいなのがもらえて、でそれがもうなんかめっちゃなんかしばらく放置しててで毎月毎月あの月額料払ってたら、それをなんかもうポイントが結構溜まっちゃって、もう解約するにもできないみたいな状況になっちゃって、もう勝手にもう完全に罠なんですよね、 U-NEXT の。いやもう別に見ないんだったら解約しろって話なんだけど、なんかポイントもなんかもう結構なポイントが溜まっちゃったから。まああとね、俺別に U-NEXT よりもなんかやっぱ Hulu の方がいいのかなってなんとなく思ってるんですけど、やっぱなんかそういうさ、なんかさ、なんていうの、月額会員を払ってなんか映画、いろんな映画が見放題みたいなのって Hulu が一番最初の気がするから、どれかっていうと Hulu の方がいいのかなと思ったんだけど、フィリックスはだからその言ってた映画が見たい、ドラマかが見たいんですけどね、でもそれだけのために契約するのもなみたいな。スマホ落としただけです。てな感じでね。いちいちうざいでしょ。なんかスマホを落としただけでさ、ああいう口調うざいよねマジでね。こういうとこが嫌だわ本当に。別にスマホ落としたぐらいで、ああいうなんか聞いてる方が嫌な口調で話すのってもうマジでムカつくわ。いちいちイラつくからね。さてとどうしますか。てか髪の毛伸びたな、切りに行こうかな。髪の毛マジ伸びたわ。投げ銭本当減った？
そうだね、投げ銭は確かに減ったね。俺マンスリーマジでやばいっすよ本当に。今月200もう300位近いからね。ちょっと前まで300位にすら入ってなかったから、多分今280とかでしょ。あ、239になってる。あ、そっか、昨日結構投げられたからか。いつの間にかめっちゃ上がってる。239になってた。ちょっと前まで300位にすら入ってなかったからね。でもよく見たらさ、239位だけどさ、そこまで300位と変わんないっていうマンスリーポイントだけ見たら言うても5、6万ポイントぐらいしか変わんないじゃないか。あんま差がないんだねここら辺は。そっか、だからあんまり差がないからちょっと投げられるともう一気に変動するのか、ランキングが。あんまり差がないからこそね。ちょっと前まで300位すら入ってなかったからさ。よっ。これなんかスマホ配信なんですけどね、今スマホ配信なんですけど、ちゃんと飯を食え。飯？くそ、ハエみたいなのが飛んでるな。いや、ここハエみたいなの飛んでんすよ。ハエみたいのが飛んでんだから。ハエと共存して生きてるから。老けた？なんかさ、今日さ、人間について考えてみた。俺なんか今日人間についてすげー考えたんですよ。人間の何について考えてたと思う？人間の一生について考えてた。
まあ僕35なんですけど、まあ、35って言うてもまだそんな、ほら、なんていうの、見た目的に老けた感じってないじゃないですか。くっそ、ハエがいるわ。コバエが飛んでるわ。もうコバエと一緒に住むのやだ。